さあ、立教大学行ってみたいと思います。では今日の英文法の全体図はこちら。4択文法を10問行ってみたいと思います。皆さん画面上はですね、1問ずつ解いていただいて、でその後解説を聞いていただくと、皆さんはまずこの2点に集中していただけるとよろしいかと思います。そして皆さん次につながる情報出てきますので、それは最後に板書してまとめたいと思っております。そういう流れでいきますので頑張っていきましょう。さあ皆さん、説問の指示の一読をお願いします。で皆さん、問いの1番よろしくお願いします。皆さん、これはマッチウニャウニャという表現と、皆さん左側 cannot 否定語がいますよね。それでもちろん選べる方もいらっしゃるかと思います。あと皆さん、空書の前後を眺めていただけますと、名詞名詞で同類になってますね。でそこまで条件が整ったら、もちろん正解はいいですよね。マッチです。この左側ですね、ウニャウニャない、ましてや、点点点もない。比較にまつわる有名な表現でしたね。で、このあたりのことは皆さん最後にまとめますので、今聞いておくだけで大丈夫ですからね。ひとまず正解は E ということでよろしいかと思います。で、皆さん問いの2番お願いします。皆さん、この文法を見ていただきますと、主語、B 動詞、ザ、うにゃうにゃ名詞になってますよね。で、この構文と言われたら、一発で歯が正解ですよね。主語、B 動詞、the last 名詞。主語は最もうにゃうにゃしそうにない名詞。このあたりも一番最後にまとめますからね。その表現の確認ということで、歯が正解でよろしいかと思います。で、皆さん、問いの3番お願いします。皆さん、これ空書の前後のこのあたりの並びでピンときますよね。で、トゥーフ定詞の左側にオブプラス名詞。で、これがフォーになってると、皆さん、トゥーフ定詞の意味上の主語。で、皆さん、今回はフォーではなくて、オブになっておりますので、で、皆さん、どういう時にオブを使うかと言われたら、そのオブの左側にやってくる形容詞。それが人の性質を示す場合に、オブを使いましたね。ですから、選択肢の中で人の性質を示す表現と言われたら、もちろん正解は、ローですよね。皆さん、思いやりのあるという意味で人の性質バッチリですね。ですから、ロが正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、トの4番お願いします。皆さん、これ空書の左側、cannot、否定語ですよね。で、空書の右側、appreciate、肯定されております。ですから、前後は反対の関係ですよね。そうすると皆さん、原因結果を示す真数がまず削れ、同じく原因結果の層も削れますね。で、イのオアとニのホワイルであれば、前後は反対になる可能性が高いですね。ただ皆さん、イのオアを選んでしまうと、例えば空書の左側、私はそのアポイントメント。もちろん予約という意味もありましたが、任命とか指名。そこから派生して、任命される役職。で、私はその役職を受け入れることができません。で、イを選ぶとさもなければ、私はその敬意を感謝いたします。意味内容上成り立たないですね。で、皆さん一方、ホワイルを選んでいただきますと、私はその役職を受け入れることができません。ですが、その敬意には感謝申し上げます。ですので、意味内容上バッチリでございますので、2が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん問いの5番よろしくお願いします。皆さん、これ空書の左側、メイクとセットで、あの有名な熟語でしたね。もちろん正解は2ですよね。メイクセンスで意味をなす。ただ皆さん、今回は否定文になってますから、メイクエニーセンスになってるだけですからね。ですから、これは熟語の知識で2が正解でよろしいかと思います。で、皆さん、問いの6番お願いします。で、皆さん、空書の左側に、Who do you think?皆さん、疑問詞の右側に do think。これはあくまでも挿入的に入ってるだけの表現でしたね。ですから、カッコでくくりました。で、あとはどうしますかということですが、皆さん、文末、クエスチョンマークありますので、疑問文ですよね。そして皆さん、文頭に who がございますので、主語としての働き。ですから、その主語に対して空書には動詞を入れるべきですね。ですから、選択肢の中で動詞と言われたら、選択肢の2ですよね。ふ、てんてんてん、will step。ということで、2で問題ないかと思います。さあ、皆さん、続いて問いの7番をお願いします。
で、そこで空所の左側、would have failed。助動詞の過去プラス、have 過去分詞。そして皆さん、空所の右側、had 過去分詞。で、選択肢の中にあれが見えてるかと思いますので、仮定法、過去完了の形になってますね。ですから、仮定法と判断できたら、選択肢のろ。こちらが正解ということで、よろしいかと思います。すみません、続いて問いの8番、お願いします。で、これは空所の前後で熟語みたいになってますね。空所の左側は生活できません。で、空所の右側 means 収入とか財産。それを点々して生活できませんと言われたら、もちろん正解はローですよね。超越。うにゃうには超えてということでしたね。ですから意味内容上バッチリでございますので、ローが正解ということでよろしいかと思います。では皆さん、トの9番お願いします。皆さん、空所の右が responsive for。これにまつわる熟語でよろしいですね。ですから正解はローですよね。もちろん動詞の原型は hold。hold うにゃうには responsible for。目的語に責任を負わせる。その熟語の知識ということで、ロが正解でよろしいかと思います。サビさん、問いの10番お願いします。まず空所の右が to とセットで使わない選択肢がありますね。もちろん me ですよね。in accordance with。うにゃうにゃに従ってということで、皆さんには with とセットで使いますからね。で、あと皆さん他の選択肢は全部 to とセットでいけそうですね。で、選択肢の意であれば according to。 うにゃうにゃによれば。もちろんうにゃうにゃというのは調査とか文献でございます。ですが今回は to の右が公説になっておりますので意味内容合わないですね。で、選択肢のローであれば as to。 うにゃうにゃについて。で、もちろん、うにゃうにゃについてと言われたら、意見とか情報のことでございますので、今回は残念ながらそういう話ではないですね。で、皆さん、選択肢の派の due であれば、due to、うにゃうにゃが原因で、もちろん、降雪が原因で、電車が遅れました。ですから、意味内容上、バッチリでございますので、派が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、今扱った問題、そこから得られる次につながる情報まとめていきたいと思います。まずはカッコ1、うにゃうにゃましてや…ない比較の表現で有名でしたね。否定文の始まってマッチレス。そして先ほどの問いにはなかったですが、スティールレスもありましたね。そしてカッコ2の決してうにゃうにゃない名詞、これは主語 B 動詞 The Last 名詞、こういう構文で押さえた方が安全です。そしてカッコ3番 To 不定詞の意味上の主語 of を使うときは人の性質を示す形容詞と併用するときでしたね。そしてカッコ4のホワイルの意味ですね。一方でということでよろしかったかと思います。ですがうんたらかったらしている間という意味もありますが、試験で問われる可能性が高いのはこっちの方ですからね。そしてカッコ5番の Make Sense、 意味をなすという有名な熟語でしたね。そしてカッコ6番仮定を過去完了、これも問われておりましたが、こちらの解説動画はすでに存在しておりますので、それのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。この後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。そしてカッコの番 Beyond One's Means、 収入や財産を超えた状態でということでよろしかったかと思います。そしてカッコ8番のうにゃうにゃ目的語 Responsible For、 もちろん Hold と併用しましたね。…に対してうにゃうにゃに責任を負わせる。そしてカッコ9番 In Accordance ときたら With とセットでうにゃうにゃに従ってという意味でございました。ですから皆さん、これをちょっとご覧になっていただいてですね、もし知らない情報ございましたら、この後ノートを取っていただいて、ノートを取った後はこれですよね、赤シートで隠してスラスラ言える、そこを頑張っていただけると嬉しいかと思います。ということで参考になさってください。